第 29SS 武装敵弾兵士団。第 29SS 武装敵弾兵士団、イタリア第一、第29武装敵弾兵士団、独、29、バファン・グレネディア、ディビジョン・デ・アイス・エスは、ドイツ軍武装親衛隊の38師団のうちの一つであり、主に、イタリア人により構成されている。師団シンボルは、ローマ時代の武器であるタバカン、ファッションの絵である。 この師団は1944年9月に形成され、武装 SS 的弾兵旅団イタリア第一が、師団規模に改変された。ドイツ軍は、以前から占領下での兵員集め、及び同盟を結んでいる国々からの直接の援軍以外の軍事支援を求めて、武装親衛隊内に義勇兵部隊を組織していった。慢性的な戦力不足に陥った。 大戦末期にはその動きは一層に加熱していき、1944年8月にはフランス人の義勇兵士団、シャルルマーニュは結成されている。こうした流れからイタリア戦線の形成とイタリア社会共和国の成立に伴い、旧イタリア王国領の北部、中部に進駐した新兵隊はイタリア人の兵員による義勇兵士団が計画された。 1943年10月2日、新英隊全国指導者、ハインリヒヒムラーは、武装新衛隊の兵員招集を一任していた、ゴットロープ・ベルガー新英隊本部長官と共に、イタリア人隊員の編成を構想し、アドルフ・ヒトラー総統及びベニート・ムッソリーに社会、共和国統領に提案された。はじめは、イタリア社会共和国。 アースイ軍のベルサリエリ兵を中心にした部隊が予定されていたが、後にイタリア進中時に拘束されていた旧イタリア王国軍捕虜のうち、まだアースイ正規軍に編入されていないものから編成されることになった。ドイツ南部のムンチゲン連兵場で一万五千名の捕虜に対する訓練が行われ、その中から六千名が選抜されてイタリア人親鋭隊員となった。ムンチゲンでは、 アースイ正規軍と共に訓練を受けたが、アースイ正規軍があくまで訓練様式や装備をドイツ式にしたのみで、中世は従来同理祖国とムッソリーに、あるいはファシズムに誓っていたのに、対、新衛隊員に選抜された兵士には、ナチズムとヒトラーに中世を誓うように、再教育が施された。訓練で、新衛隊に不適当とされた残りの9000名は、黒い旅団など、 アンスイ軍の治安部隊に編入された。同年11月、武装親衛隊内の義勇部隊として、義勇イタリア軍団が結成された。軍装には、武装親衛隊のルーン文字が用いられる一方、番章には、ナチ党のスワスッチカではなく、ファシスト党のファスケスが使用された。1943年11月23日、ペーター・ハンセン親衛隊少将に解消するとともに、 イタリア地域の親衛隊及び警察高級指導者を務めカール・ボルフ、親衛隊大将が旅団長を兼任した。旅団は C 軍集団の一部としてアンツヨの戦い、モンテカッシーノの戦いに相次いで投入され、多くの犠牲を払いながら上陸した連合軍に包囲されたドイツ軍の脱出を助け、軍集団司令部から高く評価された。1944年9月7日、 新衛隊指導者ヒムラーは、同兵団は、今や、完全に武装新衛隊の一部となったと称賛して、義勇兵旅団を正式な武装 SS 所属の、部隊として、SS 部敵団兵旅団、イタリア第一の名称を与えた。旅団長も、ボルフから、元ファシスト党員で、イタリア人の新衛隊将官であったピエトロ・マネーリ、新衛隊少将に交代した。将校 士官階級でも黒い貴族を祖先に持つビオフィリッパーに論考に親衛隊中以らイタリア人親衛隊員が活した。敵団兵旅団に昇格した第一イタリアは司令官交代を経ながらピアチェンツァやオッソラで転戦を続け、一時はピエモンテで越境してきたフランスのパルチザン部隊とも交戦した。1945年3月、死団規模に拡大した第一イタリアは 第 29SS 武装敵団兵士団に、改称、武装新鋭隊にとって29番目の士団となった。展開していた、ピアチェンツァ付近に連合軍が進行してくると、同士団の兵士からなる戦闘団、ビンツが、パンツァーファーストや迫撃で米軍の戦車を多数破壊し、他の部隊も、圧倒的に不利な状況下で優先を続けた。1945年4月25日、 ムッソリーニ処刑により、アースイ政府が消滅し、役目を終えたアースイ軍部隊が次第に解体されていく中、ヒトラーへの忠説を誓った第一イタリアの兵士たちは、ロンバルニア州に後して戦いを続けた。4月30日、ビンツの要員らを含めた主要隊員が、司令官のエルンスト・ツショッペ新兵隊上級大佐に率いられ、トルキスタン義勇兵らと、 米大34師団に投降した。残存した部隊は依然として抵抗を続けたが、5月5日にヒトラーが自殺したとの報が届くと、ついに連合軍に武装解除された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。